10月6日まで気づいていなかったカレンダーめくっていないことめくっていきます。はい、ということで視聴者様からのコメントで気づきました。マジで時の流れアオンソク。挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました、面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。先日こちら最新17巻の謎伏線総まとめ解説という動画を上げさせていただきました。今まで僕のチャンネルでは個別で17巻に関する動画をたくさん上げており、それを1本の動画で見れるようにしたものになるんですが、ただ37分間あるにもかかわらず時間の関係上全てを細かくお伝えすることができていないんですね。なので本日は17巻が発売になり、単行本派の方も見れる内容が多くなったということで、また一つ一つの出来事を細かく振り返っていきます。単行本派の方にとっては17巻をより面白く、本誌派の方にとってもさらにアップデートして情報をお伝えしますのでお楽しみください。呪術廻戦が好きな方、考察が好きな方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。全員家にあらずんば、呪術師にあらず、呪術師にあらずんば、人にあらず。この格言が示す通り、強力な術式を持つ呪術師たちを取り込み、まとめ上げ、歴史の中で揺るぎない地位を獲得してきた一族、それが全員家。今回の17巻のおまけページで、その全員家の家系図が明らかになりました。この情報が公開される前に、僕が以前に全員家の家系図を考察したものがこちら。単行本では、右から左に向かって書かれているので、書かれ方は逆ですが、ほぼ考察通りでしたね。ファンブック83ページ、当時のところに、ナオビとマキマイとは血縁的にはどのような関係ですか？ナオビとのお兄ちゃんの息子が当時で、弟の娘がマキとマイ。当時とマキマイの面識はないです。と書かれており、こうなり、仁一は直哉に当時君と逆やったらよかったのにな、と言われてること、仁一が1、当時が2という漢字であることから、兄弟関係だと推測ができます。直哉は俺の兄さん方はみんなポンコツやし、だったり、俺の兄さん方もブラブラとみっともないねん。ってことで、複数兄がいることはほのめかされていましたが、どうやらいっぱいいるようですね。さらに今回明かされたのが、直人や扇の父親が全員家23代目当主であり、仁一と当時の親父が25代目当主だということ。24代目はここの家系図には書かれてませんね。長次郎やランタの方の家系でしょうか。当時の死に際でめぐみベイビーを抱きかかえる人物が映り、あれは当時なのかめぐみママなのか問題が一時期出ておりました。あれは公式が人気キャラ投票にてめぐみ母ということが書かれていましたが、今回改めてめぐみママが一人だけニッコニコで映っていますね。出血レベルのめぐみのウニ頭は母親譲りのようです。ただ皆様、これを見て疑問はありませんか？当時の父親が25代目当主であること。ここで全員扇さんの言っていた言葉を思い出してみましょう。なぜ私が当主になれなかったか。それは子供のお前たちが出来損ないだからだ。完全に呪力がゼロで、全員家での扱いはまあひどかったと書かれている当時の、その親父が全員家当主になっているんですが。もう一度、扇さんの言葉を思い出してみましょう。何度でも言うぞ。私が全当主に選ばれなかったのはお前たちのせいだ。兄の術式は歴史が浅く、送電であるか否かはそこまで争点ではなかった。術師としてただ一つを除いて兄に遅れを取ったことはない。唯一、子供の出来のみ。しかし、ファンブックで全員直人が当主になった理由は、単純に呪術師として強いから、と現実が記されております。第151話足を含む死で描かれた小学校の高学年から中学生くらいの直哉の幼少期。ここでの直哉の年齢は明かされませんが、現在の直哉が27歳で、当時が死んだのが現在の時間軸2018年から12年前であること、その当時がまだ全員家にいることから逆算して推測しています。俺は天才なんやってみんな言っとる、父ちゃんの次の当主は俺やって。この時点で父直人が当主もしくは次期当主候補であることがわかります。この直哉幼少期はおそらく牧前が生まれていない頃、もし生まれていたとしても
も直也と牧前は一回り年が離れております。術式を発言するのがだいたい4から6歳と9巻で描かれているので、牧前は生まれていたとしても術式が発言していない年齢であると思われるので、奥義が当主になれなくなるほどの出来損ないかどうかはまだ断定できなかったはずです。今までの情報だけだったらちょっと奥義に対してひどいこと言いすぎてるかなとか、本当に娘の出来が当主になれなかった要因なのかもなと思ったりしたこともあったんですが、今回の単行本の情報でその気持ちは当時の呪力のように完全にゼロになりました。今まで扇のことを断るごとにクソ親父じゃないかいと煽ってきましたが、改めて言わせてください。やっぱりクソ親父やないかい。そして牧と舞の関係性について、ここを疑問に思ってる方も結構いたので、僕なりの考えをお伝えさせていただきます。まず今回17巻のサブタイトル足を含む、これはことわざの足を含む狩りから取ってると思われます。狩りというのはこちら渡り鳥ですね。狩りが海を渡って遠くへ飛ぶとき、海上で羽を休めるために枯れ足を口に加えていくことから、これは舞が牧との最後のやり取りでこれだけは置いていくわと牧に渡したもの、枯れ足。そして狩りは牧が覚醒した時の描写でも描かれます。そして足を含むの始まりの扉へ、牧と舞がお腹の中にいる頃の様子、一卵性ソーセージ、これは正確に言ってしまうと逆子らしいです。全員家に逆らうという意味が含まれていたら面白いですね。この牧と舞のパターンは受精卵が2人に分かれる時期によって異なるそうなんですが、一卵性双体の中でもかなりのレアケースらしくて、一重網膜一葉膜という重毛という胎盤の数が1つで、葉膜という胎児が成長する部屋の数も1つの、その確率なんと 1% の珍しいタイプの双子。この牧と舞の一重網膜一葉膜双体は通称 MM 双体とも呼ばれ、まさに牧と舞の MM になっております。この時のジャンプ扉への煽りも、二人の間にある確かな絆、その結びつきは分かちがたいものであり、普通の双子よりもさらに強いつながりのある二人、それが牧と舞であると。今回の第149話でも舞が言ってるように、呪術師の双子が強調と言われる理由、何かを得るには何かを差し出さねばならない、これは縛りだけの話じゃないわ、痛い目見て強くなるのだって理屈は同じ、そういう利害がいちいち発生しないのよ双子の場合ね。だって一卵性ソーセージは呪術では同一人物としてみなされるから。つまり牧と舞はこの陰と陽のように二人で一つ、舞は牧であり、また牧も舞である。牧が強くなりたいと努力しても思っても、舞が強くなりたくないと思っているので、ストッパーがかかっているようなもの。舞が言うように、私がいる限り牧、あんたは一生半歩ものなの、二人で一つの存在。このように互いは干渉し合ってるため、呪力を持っている舞とその影響もあり、完全にゼロではなく一般肝心並みの呪力を持っていた牧、その片割れの舞が死ぬことで、呪力術式を持っていた半分がいなくなることで、牧の呪力は完全にゼロになり、天与呪縛は覚醒、牧は当時と同じステージになったわけです。この牧と舞の陰と陽の関係は今までも意図してかは分かりませんが描かれておりまして、以前にこちらアニメの第17話での牧と舞のシーンが光と影の対比になっているということをお伝えしました。アニメでは牧が光、舞が影として描かれることが多かった。光と影と表現すると一見影はネガティブにも見えてしまうんですが、陰と陽の考え方では光があるから影がある、逆に言ってしまうと影があるから光を感じることができる。光と影つまりはどちらも必要不可欠な存在であり、牧と舞の二人で一つのような双子の関係性。それを踏まえて第150話のカラーの扉絵を見ると、これは単行本だと分かりにくいんですが、この扉絵を見ると呪術回戦は基本的に暗い色味が多いんですが、このカラーの色味は牧と舞の描写に光をね感じることができて、今まで影に隠れることが多かった舞が白い服装で牧にとっての希望の光になったとも捉えることができます。その妹に託された呪い全て壊して、その言葉により牧は全員家を全て壊したわけです。そしてこれを踏まえて5巻の姉妹対決回想を見るとめちゃくちゃ泣けます。第41話京都姉妹校交流会団体戦8での最後の牧と舞のやりとり、一人で楽しみたいのあんたはお姉ちゃんって呼べよ妹、ここ、今回ね舞が死んでしまう時にしっかりとお姉ちゃんと呼ばれてる。そしてここが2人の幼少期っていうのもポイント。幼少期の2人は牧が舞の手を引いてあげており、お姉ちゃん手離さないでよ、離さねえよ、絶対だよ、しつけえなというセリフ、ここの字も手を離すじゃなくて手を離すのこっちなんですよね。実
はここジャンプ掲載時には話すだったのに、単行本になるにあたって話すになったそうです。手を離すは握っていたものを手から遠ざける意味、手を離すは握っていたものを自由にするという意味。もうね、ここは当初からもこの設定を芥見先生は考えていたと思うので、字にも多少なりとも意味を込めているのかもしれませんね。このようにポイントを知った上で全員家事情17巻を読むと、より呪術回戦が面白くなると思います。まだまだこういった小ネタはたくさんあるので、また動画にしていきます。はい、というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。ぜひ皆様の意見や考察も下のコメント欄で教えてください。ということで本日の動画いかがだったでしょうか。僕のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術回戦の動画、過去めちゃくちゃ上げてますので、固定コメントに関連動画載せておきます。ということで、考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では。